アルスタハウグは、ノルウェーのヌールラン県にある、基礎自治体、ヘルゲラン地域に属する。行政の中心地は、サンネシェーン町。ショッタ島の古い公益所かつての有力者の邸宅、七姉妹に抱かれた、平地中世のアルスタハウグ協会サンネシェーン町のある、アルステン島には地元で、七姉妹と呼ばれる連山があり、とりわけ二つの頂は、双子の姉妹と形容される。 多くの鳥が生息する浜辺には、バードウォッチャーが訪れる。島と本土とは、ヘルゲラン橋梁で繋がっており、国道17号線が通っている。もともとは教区だったアルスタハウグは、この地に、初めて教会が建てられた時からあった、アルスタハウグ農場にちなみ名付けられた。最初の部分は、アルステン島の古い呼び名であるアラストの属格で、最後のハウガーは、丘を意味する。 1986年8月8日に国王の認可を得た現在の紋章にはフィヨルドの水面に生える7姉妹が描かれている。1838年1月1日に設立され、1862年にヘロイとショッタ、1899年にはサンネシェーンがそれぞれ分離したが、ショッタとサンネシェーンは1965年1月1日に、 アルスタハウグに再統合された。1864年には、ヌールビク地域がヘロイエ、1995年には、ホンド地域がベフスンに移管された。アルステントの外れには、詩人で牧師のペテルダスが1700年頃に仕えた。中世の教会がある。ショッタ島には11世紀に、バイキングの捕虜が住んでいた。七島妹き港は、海洋性で、 2月が最も寒く8月が最も暖かい。10月と5月が同じくらいの気温になる。年間降水量は、サンネシェーンで 1510mm、ショッタ島で 1020mm。9月から1月に月平均 150mm 降るのに対し、5月から6月には、同 60mm から 70mm しか降らない。ありがとうございます。